はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、皆さん、勇者ギミックはふんだんに楽しんでいらっしゃいますでしょうか。まあ、今回はですね、新パックにて登場した勇者ギミックを一番使いこましてるんじゃねえかと言われているプランキッズをね、持ってきましたんで、デュエルしていきましょう。プランキッズ勇者、勇者プランキッズ。めちゃくちゃ楽しいね、このデッキ。すげえ強え。プランキッズちょっと初めて使ってるんですけど、今回ね、めちゃくちゃ強いね。何が強いかっていうとさ、まあ、そもそも勇者ギミックと相性がいいっていうことはどういうことかっていうと、勇者ってデメリット効果が一応あるんですよ。そのアラメシアの技の効果で、このカードを発動するターン、自分は特殊召喚されたモンスター以外のフィールドのモンスターの効果発動できないと。だから通常召喚したモンスターとかね、効果発動できなくなっちゃうから、通常召喚したモンスターの効果を起動してなんかその展開していくようなデッキはあんまり相性が良くないんですけども、この効果とプランキッズってめっちゃ相性良くて、これね、全員ね、クリッターみたいな感じで墓地行った時の効果があるんですよね。火器モンスターが全部初動になってるから、なんかめっちゃ安定するんですけど、そもそもね。プランキッズのパルスとか、この辺のモンスターのこの下の効果見てもらうと、プランキッズモンスターの融合素材かリンク素材になったら、デッキからプランキッズパルス以外のプランキッズを出せるよと。なんか、こういう効果を発動しながら。で、この固有効果を、使っていくと、共通効果でデッキからなんかプランキッズが出してくれるんで、なんかそのリンク数をなんか稼いで伸ばしていけるんですよね。まあ、最初、なんかミュー出して、ドゥードゥル出して、なんかバーバー出してみたいな感じで、どんどん伸ばしていけると。で、この辺の、効果を徐々に徐々に使っていくことによって、フィールドの効果発動せずに、そのリンク数を伸ばしていける。モンスターを展開できる。で、勇者ギミックと喧嘩しないから、勇者ギミックでその妨害を立てながら展開できると。で、ドラゴバックで高校だったら、バウンスしながら、まあ、自分の展開通せるということで、非常に強い。非常に強力な、ギミックとなっていますと。で、まあ、ちょっと展開をね、見ていただければわかると思うんで、エースモンスターの効果から説明していくんですけども、エースモンスターはね、このね、ハウスバトラーっていうこの融合モンスターと、あと、ロアゴンっていうこの、リンクモンスター。ロアゴンかロアゴンかわかんないけど、発音が。で、ハウスバトラーがね、これね、見た目こんな感じなんだけど、めっちゃ強いんだよね。なんか、目玉焼きやってっけど、ね、こいつめっちゃ強くて、こいつね、相手ターンにサンダーボルトできるんですよ。このカードをリリースして、相手ターンに、相手のモンスターを全部パスすると。これがめっちゃ強いですね。で、ロアゴンだったら、ハービーの反動機、相手ターンに、自分をリリースすると、相手フィールド上の魔法トラップカードを全部破壊すると。これがフリーチェーンで打てると。これがクソ強い。で、この2つの効果を基本的に、使っていくことに、なるんですけども、自分をリリースしちゃうんでアドバンテージ的にどうなのって思うかもしれないですけども、このプランキッズミューっていうモンスターがすごい相性良くてね、リリースする場合、プランキッズモンスターが効果を発動するために、自分をリリースする場合、リリースせずにこの墓地のこいつを除外することができるっていうことで、まあ、リリースを肩代わりすることができるっていうね。これがまあ、ハウスバトラーとロアゴンの肩代わりになってくれて、こいつを残しながら相手のフィールドのモンスターをサンダーボルトしたり、ハッピーハンドボキできると。で、しかもハウスバトラーってこれなんか1ターンに1度の効果がついてないんですよ。1番に要はサンダーボルトをするときの効果がなんか1ターンに1度ついてなくて、ハウスバトラー1回目使って、まあ、ミュー肩代わりして、相手モンスター破壊して、でもう1回も相手展開してきたらもう1回自分をリリースしてもう1回サンダーボルト打てるんですよ。まあ、もちろんプランキッズミューがね、墓地に一応いればね、強いですけど、まあ、1体しか基本的にはいないと思うん で、しかも1ターンに1度の効果なので、まあ、プランキッズミュー1回目で、ハウスバトラーで全部破して 2回目で自身をリリースして全部破するっていう、要するに相手のターンでサンダーボルトを2回打てるんですよ。クソ強いですよね、はい。で、あとは誘発いっぱい詰めますし、安定1倍初動なんで安定感すごいんで、ウララとか同時とか、まあ、ニビルとか、まあ、それからまあ、ハカーのマスターとかそっち系のカードも詰めますし、普通に一滴とか無限保養も詰めるということで、なんかあまりにもそのなんだろうな、現代遊戯王のパワーを感じれる、まあ、テーマになってますんで、よかったら皆さんもね使ってみてください。早速やっていきましょう。デュエルスタート。プランキッズなんか初めて回してるんですけど、このデッキめちゃくちゃやっぱ強いですね。1枚初動がめちゃくちゃ入ってくからさ、安定感がすごいんだよな。それ聖殿の水使いとかいうロイヤル加工をぶん投げて、ああうららね、なるほど。じゃあ犯罪ムーブするわ。アラメシアサーチできんかったって言いながらアラメシア発動するっていうところだな。これそこそこ犯罪ムーブだろ。アラメシアの儀発動で勇者トークンを特殊はい持ってましたってやつですね。これね、
はい、持ってましたっていう。アラメシアぶん投げて、うらら打たせて、アラメシア発、あ、アラメシアでね、技術使いぶん投げて、うらら打たして、アラメシアを発動するっていう犯罪ムーブね。はい。まだなんかあんじゃん。マジ？まだなんかあんの？お前やるな。増進だったら多分投げてると思うから、エフェクトベイラーとか無限砲弾とかそっち系ですね、多分ね。運命の旅路の効果を発動。で、グリフォンライダー持ってきて、ドラコバック捨てて、で、ドラコバック装備しながら、運命の旅路の、あ、間違えた。グリフォンライダーを特殊化していくと。で、ドラコバックを勇者トークに装備して、だからお手軽にね、1枚からこのなんか、カードが増えすぎるのが、やっぱり現代遊戯王の闇を感じますね。で、グリフォンライダーの効果。で、これで相手のエフェクトベイラーとか無限砲弾とかその辺もケアできるっていうね。まあ、そういう話。で、グリフォンライダーを特殊して、で、こっからね、ブランキッズ、その1枚から動けるのがめっちゃ強いですね。まずはプランキッツミュウをリンク召喚していきましょう。でプランキッツってのは下級モンスターが全モンスター共通でリンク祭か融合祭になるとなんか手札が敵から違うプランキッツを出すっていう効果があるんですよね。でこれを使ってまあ、どんどんそのリンクを伸ばしていくというか融合したりリンクを伸ばしていくっていう、まあ、そういうでエースモンスターはなんかあの赤と緑と青で融合できるハウスバトラーっていうなんかサンダーボルトを内蔵しているモンスターがいて、まあ、そのサンダーボルト内蔵モンスターの効果をまあ相手に使って相手のターンでサンダーボルトするっていうね。まあ、そういうデッキです。で、プランキッツパルスとドゥードル効果で、ドゥードルが、プランキッツサーチ、魔法トラップサーチと、パルスがさっき言ったように下級モンスターをリクルート。っていう効果に違いしなんかあるんだろうな、これな。あ、エフェクトベイラーか、OK。エフェクトベイラー。でも言うてですね、これドゥードルの効果止まったところでそんなやばくないんで、これ、グリフォンライダー温存でいいかもしれません。まあ、最悪2ビル飛んできても一応2ビル、グリフォンライダーで止められるから、エフェクトベイラーは一回ちょっとスルーしまして、で、エフェクトベイラーとウララを食らっても展開できるっていうのを見せましょう。はい、あまりに最強なんでこのデッキエフェクトベイラーとウララ食らっても全然動けるってやばくないですか。言ってることおかしいと思いません、ね、まあウララ普通にそのメインギミックに食らってたら別ですけどね。でこれでもう一回ドゥードル出しましょう。ドゥードル と、赤でドゥードル出して、でドゥードルは一応、自分をリリースすると墓地からなんかブランキスカード2枚回収するっていう効果があるんですよ。でそれの効果はまだ使ってないので、モンスターを特殊召喚していく。でこれは、赤と緑と青を使っていくから、茶色ですね。で茶色を特殊して、でドゥードゥル効果を使って、回収プランクと何でもいいな、プランクと何でもいい、プランクとりあえず回収して、でプランクがねトークン出せるんですよね、あの手札からプランキッド捨てると。まあ、1枚から動くときはこの動きをすればいいっていう話らしい。はい。で、プランキッツと、プランクを加えて、で、プランク発動。で、プランク発動で、プランクは、プランキッツを捨てると、プランキッツカード捨てると、トークンが出ると。プランキッツトークンが。でですね、エンドフェーズにね、墓地の、プランキッツをデッキに戻しながら、なんか1枚ドローするっていう効果があって、まあ、それも結構強いんですけど、まあ、とりあえずロックと、トークンでバウアウ出して、でロックの効果で、これは融合素材のどれかでいいから、融合素材のどれかをリクルートしていきましょう。これだな、守備が高いから。でハウス発動して、ハウス効果使って、で一応回収しといて、で青はなんかリクルートしてなんか持ち帰る出せるらしいから、青は2体残しながら展開した方がいいっていう話で、効果モンスター2体でリンク召喚してアナコンダ出す。で、これデスペニーが出てくるわけじゃなくて、サンダードラゴンフュージョンっていうなんかイカズチ族限定の融合があるんですよ。なんかこれがねめっちゃ強くて、墓地の青と緑と赤戻すと、サンダーボルトマンが出せるんですよね。で、このサンダーボルトマンが相手ランになんかそのサンダーボルトするからめっちゃ強いんですよ。はい。まあ、ウララとエフェクトベイラー食らってこの展開です。ウララとエフェクトベイラー食らってこの展開、頭おかしいだろ。で、カード1枚セットして、で、プランク効果も発動するんで、プランク効果で、ドゥードゥルドゥードゥル。ドゥドゥルドゥドゥルバーバーディーか、ドゥドゥルドゥドゥルバーバー戻して1枚ドロー。はいはい、同時に来た、強っこれがプランキッツです。勇者プランキッツの展開力、エフェクトベーラーとウララを食らって、なおサンダーボルトが今2回打てまして、
であと一滴で効果無効にできますのが1回 と、グリフォンライダーが1回で増殖する地域が あるんで、まあ、ドローも加速できると。あの相手多分これほぼ何もできないと思いますね。おかしいだろこのデッキ。どう考えても犯罪行為でしょ。普通に最強。ちなみにね、あの、まあ、モンスター効果無効にしてくるような名誉結界杯とか一滴とかあったら別ですけど、まあ、それでもこっちがまだ一滴あるし増獣あるから全然返せるけどね。どうすんだろ相手。これめっちゃ考えてんな。困るよなこの展開されたら。そりゃ当たり前だわ、あまりに当たり前。ごめんちょっとこのデッキ強すぎるわ。あーまあ悪くないけども、まあ、ちょっと妨害貫通とかないので、まあ、ただこれプランキッズ2体引いてる時が結構強くて、あのロアゴンバトラーっていうなんかあのムーブがあるんですよ。ちょっとそれやりますね。プランキッズを2枚引いてるとすごい上振れることができて、まずプランクを墓地落として、でプランキッズの共通効果で課金モンスターがリンクサイか融合サイになるとデッキからなんかリグルドって効果ね、これを一応あのうららで止められるかもしれないんで、まあその辺がちょっとまあ懸念点ではあるがって感じか。でプランキッズドゥードゥルを出して、でドゥードゥル効果をチェーン1、ドロップ効果チェーン2で、ドロップは下級モンスターをデッキからリクルートと、ドゥードゥル効果は、プランキッズの魔法トラップカードを1枚手札に加えるっていう効果ですね。でデッキから特殊召喚するの赤、これ最初はなんかバラバラになるように出すわけだし、はい、でドゥードゥルからの、大暴走を持ってきて、でですね、大暴走をまずここで発動します。大暴走を発動してこれ茶色と赤です。茶色と赤、茶色とフィールド上の茶色と、あフィールド上の赤 と、茶色を融合して、でロケット出すで、これロケットはあのあれです、自分をリリースするとなんか墓地のプランキッズを蘇生するっていうことなんですけども、一応チェーン1、ロックでチェーン2赤で、チェーン3をロケットにすると一応ウララがケアできるみたいなね。あの、まあ、この ロケットはなんか打点を1000ダウンして直接攻撃できるよっていう効果があるんですけど、あのそれを、ね、チェーン3にすると一応なんかチェーンでウララとかを隠せるみたいな。はい、で課金モンスターの2体リクルート入ってモンスター特殊召喚しましょう。で青残しておいた方がいいか。青残しておいた方がいいな。なんか青はですね、なんか残しとくとデッキから出てきたときにその水属性なんでなんか持ち帰るか出せるんですよ。現在ね OCG では禁止になっている。まあそれは全てスプライトのせいと言われてるんですけども、まあ、そのそいつがいるせいでなんか持ち帰るめっちゃ強いんですけど OCG だと、まあ、マサデルでもボタブニモルで強いということ でここで、バウアウトを出してから、バウアウトドゥードゥルでリンク召喚していきましょう。リンク4のね、こいつがね、あのフリーチェーンで、なんか、フィールドのプランキッズをリリースすると、なんか、相手の魔法トラップを全部破するっていう、なんか、そのハーピの羽根儲けが出るんですよ。フリーチェーンハーピの羽根儲けが出まして、で、ロケット効果で、リンクモンスターたちを、まあ、蘇らせますよと。これがね、やってる感じじゃなくて、結構犯罪ムービーだったって、で、バウアウト、ドゥードゥルで、ドゥードゥル効果で、自分をリリースすると、墓地のプランキッズを回収できるんで大暴走と、ランプを回収していく。はい、でですね、これでだから、大暴走セットして、でセットしてエンドですね。こうすると今、手札に赤があるんですよ。で、墓地から緑と青を回収すると速攻魔法 の融合を打てるんで、まずバイバイをリリースしましょう。ミュウの効果は発動しません。ミュウは、リリース肩代わりの効果があって、これが墓地をしてるとねハウスバトラーとかこの、ロアゴンの効果を肩代わりさせることができるんだけども、とりあえずこのバルス緑と青を回収して、でこれで緑と青が手札にあるから、融合ができます。相手に速攻魔法なんで大暴走がね、まあ、暴走してき問題発生してきてね、これ。まあ、一応、増陣を打っといて。まあ、これで、まあ、ほぼほぼ最強の、移送ムーブ。ビシュダね、OK。ビシュダ。転移双剣ですかね。で、ビシュダが出てくると、OK。
まあ、ビシュダはまあしょうがないですわ。ビシュダはもう使う、一回無視。一回無視。ここで、バトラー使うわけいかないんで、まあ、一回無視。で、ビシュダの効果、もう一旦スルーでいいかもしれないな。オッケーです。で、ビシュダで、まあ、ロアゴン戻してくるんだったら、まあ、ロアゴンはもうなんか、受けましょう。ロアゴンは受けましょう。で、モンスターを、まあ、バトラーでぶっ飛ばすっていう感じですね。まあ、ロアゴン本当はね、あ、龍炎か。なるほど。本当はね、使いたかったんですけども、これロアゴン生き残る。ロアゴンをバウンスすることはしない。なるほど。で、龍炎特殊で、バロネス出てきちゃうから、まあ、ここでさすがにバトラー行くしかないかな。で、はい、了解です。じゃあですね、あ、裏も来た。オッケー。で、大暴走発動する。で、大暴走で、さっき手札に回収したこのモンスター含んで、まあ、緑と青と赤で、融合をしていくと。これ、速攻魔法なんで、相手ターンに打てる融合で、で、ハウスバトラー、バチコリで出していく。で、ハウスバトラーさんの効果も発動、まあ、かけモンスターがまず先に、最初に。青、緑、で、赤。はい。このチェンジはなんかどれがいいんだろう、ちょっとわかんないな。青2体出してからあれかな。赤はなんか最初の方がよかったな。まあいいや。青が一番最後で見る。で、モンスター特殊化するでしょ。で、青を特殊化するんじゃないですか。はい。で、緑効果使って、デッキからパ、もうハウスいらないかハウス落として、特殊化するのがここまた青。で、青効果で、まあこれ何でもいいな。これ何でもいい。これ何でもいいが、攻守とか。守備が高いから。で、バトラー効果使って、ミュウで肩代わりさせながら、本当はなんかプランキッズをリリースしないといけないんですけどね。はい、サンダーボルト。はい、サンダーボルト。はい、ドーン。つえー、ちなみにハウスバトラーの効果に耐えちゃいませんので、もう一回打てます。強いでしょ。これがね、最強なんですよ。なんかその、自分をリリースして、だからサンダーボルトを打つっていう効果なんですけども、なるほど。やるやんけ。まだ手数があるってか。まあ、一滴打っとくか。一滴打っとこう。一滴打っといたら、まあ一応モンスター効果は完全無効できるんで、まあちょっと裏取っていきましょう。温存、温存。物は温存よ。コストは緑でもいいし、グリフォンライダーでもいいな。まあ、さすがに緑か。グリフォンライダーはまあ言うて勇者ギミックするかもしれないしな。で、緑を墓地送って、で、墓地送ったモンスターの種類と同じモンスターの種類はチェーンできないんで、モンスター効果はチェーンできなくて、で、クレシアの方が無効になっていくんで、ここで変身することはできない。変身することができない。あ、できないぞ。それ使えないぞ。それは使えないぞ。あ、魔法トラップセットね、OK。で、メインフェーズ終了時はいいや。それはスルー。ロアゴンはエンドフェーズも使えますよね。相手ターンならいけるね。OK。で、ロアゴン効果、自分をリリースして魔法トラップを全部破壊すると。はい。やっぱこれ犯罪的に強いな、このデッキ。なんかさ、結局さ、相手ターンにさ、ハーピーの羽ボークとさ、サンダーボルト打ってるからさ、なんか何も残んないんだよね。もう、相手の、なんか相手の場に。何一つ残んないから、やってることおかしいなっていう。まあまあ、なかなかのね、あのチート性能をしますよね、このデッキは。で、まあ、とりあえず、ミュウ出して、で、ミュウはですね、1ターン1回しかリンクションができないっていうね、まあ、これが2体出せたらめっちゃ強かったんですけども、まあ、さすがにというところ。で、赤出してきて、で、旅路効果使うのが先だったか、これ。まあ、とりあえずいいや。もう、水使いで、これ、ぶん投げるでしょ。で、ぶん投げて持ってくるでしょ。で、アラメシア発動してだ。はい。で、優勝トークン出して、2000、3000、5000、6000、まだ6000。で、これで7000か。はい。で、グリフォンライダー特殊召喚。で、これで一応ニビルもケアできている。で、ドラコバック装備する。で、相手のカードをバウンスすることもできると。まあ、あまりにも一方的すぎて逆に思んないっていう意見もありますね。一方的な試合になりすぎるので、このデッキ面白いかと言われるとめっちゃ強いから、なんか俺、杖ができるからすげえ楽しいっていう意見と、いや強すぎて思んないっていう意見もあります。もはや。まあ、俺はね、楽しいですけどね、今現在。
特殊ができるもんさいねもういねえやえっ、ー、とフランキス大王さん持ってきてで召喚してこっちですかねなこうしてで一応バレルソード出していきましょうねはいはいはいとゴーはい OK 雑だなバトルフェーズこれで一応あの2ビル打たれてもグリフォンライダーが戻ってワンキル取れるんではいはいおーい。うーん、俺杖ができる、なかなかこういうデッキ使う機会あんまないんで、なんか今すごい楽しいですよ。ああ、まあ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 、増字が通ったらワン。まあ、高校ゲーム参加権はある。あ、弱っ。いや、弱っ。いや、そんなことある？お前自分で先行取ったんちゃうんかいってことは手札誘発まみれってことまあでも手札誘発はやっぱ破壊の摩擦があるんで全然ケアできますけどね全然ねえなんだこいつ全然ねえじゃんなんだこのデッキまあ一応じゃあワンキルしていきますかあのワンキルができるよっていうところをちょっとお見せしましょうかこのデッキドラコバック装備させないでこれでまあグリフォンライダー持ってきてまあ基本的にそのプランキッズってあのプランキッズ縛りがつかないんですよあのリンク召喚していく過程でだから別に、ね、汎用リンクモンスター出せるんですよねだからあの例えばあのアクセスコールトーカーとか、まあ、バレルソードドラゴンとかまあバレルソードの方があのワンキル性能高いんで入れてるんですけどまあとりあえずドラコバックボンドじゃないですかでグリフォンライダーの効果使ってグリフォンライダーを特殊召喚するとで、相手の伏せカード何も引かんねえじゃん。なんだあのカード。クリボールでも握ってんのかこいつ。なんか、全然サレンダーせんけど。クリボール握ってる。クリボール握っちゃってますで、プランキッツミューを出していく。で、またまあ、いつもの通りのやつですね。プランキッツは1体で、あの、リンク召喚できるリンク1がいて、さらにリンク3になると、デッキからまあ、あの、呼んでこれるっていう、まあ、モンスターがめっちゃ多いから、まあ、これで、まあ、このカードのデザインはなんかすごい、まあ、なんだろうな、あの素晴らしいですね。一枚書道っていう、まあ、現代遊戯王のパワーを感じます。で、デューデル効果と、緑効果使って、で緑効果でプランキッツプランク落として、まあ、適当に、まあ、プランキッツの、使ってないのは赤だっけ赤から入ったんだっけなあ、違うわ。青から入ったから赤か。墓地を送るカードは、まあ、プランク。で、モンスターを特殊召喚するのが赤。で、ここで、ドゥードゥル効果で、大暴走持ってきてはいでプランク発動をしたいのでこれ単純にさこれ勇者トークン買えばいいかもうなんかその余計ななんかことしてずにこれリンクスパイダーでいいんじゃないなんか相手なんもなそうだこれでリンクスパイダー出してでリンクスパイダーとドゥードゥルとこの赤いのでリンク召喚してこれで勝ちだろはい、まあ、これがプランキッツ流ワンキル方法ですねはい、まあ、基本のでバレルソード出してはいでバトルフェイス入りましょうでクリボールあったら墓穴でか墓穴で何もねえしでバレルソード効果グリフォンライダー横にしていや何だったんだよこいつあ参加権ねえ参加権ねえもう遊戯王やめちまった方がいいこんなハンド高校でこのハンド来るやつはねあの遊戯王やめちまった方がいい演武天気なるほど世界悪そうだなあトラなるほどいやもう結局ですねなんかあれなんですよねそのカードは高くなりすぎてこれほど先行が強いゲームは他にないんじゃないでしょうかマジで先行取れねえデッキ絶対なんか弱いもんな今この環境で高校芸でもう多分怪獣格闘とかでも処理しきれないんじゃない今多分なんか止まんない気がするそんな程度では今トースストリックスやばいですねこれソリティア長そうだなこれヒナトラかまされてんのこれライブラリアンやべえなマジで手が何万だあいつ増殖するち打った人になってんじゃん何枚ドローしてんだよこいつ
あーあーあーあああ、コーラル持ってきた。これなんか VFD までいきますか、これ。なんかあんま知らん展開だな。ネクロバレーやば。ガンメタカウした。え、次元の裂け目。やばいやばいやばい、やってるのでやばすぎる。あーあー、え、あ、へえ、そんな感じで終わるんだ。 VFD とか出ないんだ。ガンクセ怖いね。何これ、ガンクセ怖。まあ、とりあえずでも絶対にバロネスが飛んできて、でネクロバレーが去っていると。ネクロバレーは勇者のなんかドラコバックかなんかでなんかなんとかしてバンスできないかな。ランプ消化するじゃん。でランプ持ってきてドラゴンズバインド虚無空間じゃん。あー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 ああ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 あ、やってることやば。なんだこいつ、デュエルしろよお前。おい、おデュエルしろよ。こんなのデュエルじゃねえよ、こんなのデュエルじゃねえよ。おかしいだろどう考えても、やばすぎ。いや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 、これはさすがに通報するよ。これはさすがに俺通報しちゃうよ、さすがに。このゲーム、このゲームガッ、このゲームガチの神ゲーだな。